幕下力士大体可愛い。はい、どうもテラスポッパーズです。誰何今日の企画はバレーボールやるんですけど、バレーボールって声出さんといかんじゃないですか、やっぱり。まあ、あのお見合いとかあるから、こっちこっちみたいな。スポーツは大体もう声出してなんぼみたいな。じゃあ逆に無言でやったらどうなるんかが検証。俺らド素人ですけど大丈夫ですか？大丈夫です。本当にド素人です。経験ゼロだからいいんです。ド素人だからいいんですか？ド素人が発声も禁止されたすごくひどいバレエ動画を今から撮ると。行きましょう。やろう。無言アタック。あ、違うんか。アタックじゃないだろ。どうも、上皇でーす。今からバレエやるんですけど、裏でバレエ中にバレずに飯食えるかっていう動画を撮りまーす。で、食べるのが稲荷寿司握りとだし巻き卵を食います。見ててください、僕。うん、グッバージャス。はい、勝ちました。最初ゴールで勝ったこれ。というわけで、違うの白線のコートでやって、一回発生するごとに敵チームからビンタをグラグラやってみましょう。じゃあ、先行、今から静かにしましょう。せーの。さあ始まりました、無言バレーに見せかけてバレー中に飯を食えるのかのやつ。さあということでね、兄貴上皇チーム VS 柴田達彦チームでやっております。静かすぎるのでちょっと実況してます。はい、まあ順調にね。かおいデブ、お前よし、いいぞ。あ、さあここで五目稲荷ですね、取り出しました。上皇、そして一口目食った。バレてないです。さあこのまま自然に続いていきます。はい、まあちょっと素人なんですいません、本当にバレーはお見苦しいです。さあここでなんと、純くんがね、僕らのチームにしれっと入ってきて、ここからね、純くんと、僕たち3人対、彼ら2人という謎のね、この状況になっていきます。あ、強いですね、うん、僕たちいいですね、いいよっつって。さあここで上皇が2口目。あ、僕はこれ知ってたんで、僕だけ企画知ってるんで、カメラ見て食えよっつって二口目食いましたね。今ちょっとむせてます、上皇。さあさあさあ、いや柴田が下手なんよなバレー、意外とこんなガタイしといて。ああ、もう嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。みんな、さあサーブ、まあこれタッチネットなんですけど、もうこの喜び具合押し切りましたね。今ちょっと柴田と揉めてますけども、これええだろっつって点入れました。はい、達彦、なんか隣の子が達彦の心境を叫んでましたね。さあ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 、このまま勝ってしまうのか、そしてジョーコは食えるのか飯をすべてと。ここでまさかのジュンがミスりましたね、サーブミス、残念。さあここで、あ、これドリブルですね、ドリブル、これダメですよ、ルール違反けど、まあ、僕たち素人なんでもう許してくださいのバレーです。さあジョーコなかなか飯を食えない。いや嬉しいね、嬉しい嬉しい、あー嬉しいよ、いいよ。みんな声出せないんで、体でね表現してます。さあここで上皇のサーブミスにより、あ、一発沸きました。さあ、はい、ここお見合いですね。やっと無言バレっぽくなってきました。ちなみに、あ食ってます、さらっと。ちなみにこれ10点先取した方が勝ちみたいなルールでやってるんですよ、言ってなかったです、すいません。で、まあ今バレーしてるだけですね。さあここで9点俺で、僕たちここはもう10点取ったと思って、もうじゃんけんで決めようぜってなったんですよ。達彦側はその順がいるからっつって、違う、今ちょっとじゃん、あ、んー、あ、な、間に合わん、実況が間に合わん。でもう一回じゃんけんし直して、はい勝った、よっしゃーってなって、ここね、こっからもう楽しくないっていうのでね、偽企画をちょっと締めました。でこっから普通に声出してバレーしてます。でもまだね、はい、飯は続いてますよ。さあここで今ジョーコだし巻き卵を開けていますね。さあ開けて食えるのか、あーでももうボール回ってきたから食えない、そのままポケットに入れたということは、これだしが、はい、だしが漏れてます。はい、あーもうバカです、はい、バカです。さあジュン君がもうサーブ下手っていう、肩強すぎて下手っていう。で一口目ですね、だし巻き卵からの二口目、4切れ入ってますんで、ね、あと2回これバレずに受ければクリアとなります。
さあここで情報予想伺っている。食うか食うか食ったー、カメラ目線で食うというこの余裕っぷりですね。さあさあさあ、あとラスト一切れ。ここで無理やり口に入れたということで、はい、食い終わりました。終わり。はい、というわけでね、バゲーしてますけど、まずこれね、切れてる厚焼き卵、もうこれ開けた瞬間汁出てきても左足のびしょびしょなんですよ今、出して。あともう一個セブンの五目以内食いました。バゲーに食うの難しかったっす。じゃあ以上っす。